岩下ひそかせいは、日本の騎手、競争馬調教師、東京競馬クラブ、国営競馬、日本中央競馬会に所属。騎手時代には、時のミノル、ゴールデンウェーブなどに起動した。1914年、山梨県中駒群玉、畑村に、農家の三男として生まれる。幼少期から農工場の世話で馬に親しんだ。19歳の時に上京。 東京競馬クラブの田中和一郎級者に、騎手見習いとして入門した。1934年に、正騎手となり、3月に初騎乗。同年9月3日、生産で初勝利を挙げた。以後、終える騎手として徐々に頭角を表す。1940年春には、時の力で、提出後昇天、春を制し、特殊競争初勝利を、提出後昇天で挙げた。秋には、 中山農林省商店障害にも勝利し、当年自己最高の35勝を挙げている。1942年、時の力の場所であった菊池博士の仲人で結婚。同年末より勃発した太平洋戦争による混乱、競馬休止を経て、公認競馬再開から4年後の1950年により、田中急者に入った時のミノルの主戦騎手を務める。 同馬と岩下のコンビは連戦連勝を続け、5月には、サツキ賞を制して、クラシック競争を初制覇。続く、東京優秀にも優勝し、10戦10勝で2冠を制した。しかし時のミノルは、ダービー17日後に、破傷風で休止し、期待されたクラシック3冠達成、アメリカ遠征などは実現せずに終わった。なお、この年2月に誕生した、 岩下の長男は時のミノルにあやかり、身と名付けられていた。その後、1954年に、公営、大井競馬から移籍してきたゴールデンウェーブで、東京優勝を制し、史上二人目のダービーに勝騎手となる。これは、左回りのコースで内ちに刺さる癖を抱えていた、同馬に対し、左利きゆえに、左口の技術が巧みな岩下が特に望まれて、騎乗したものであった。 翌年には、広市で、優秀品馬に優勝した。1959年をもって、騎士を引退。以後は調教師に転身したが、1972年7月7日、調教師会の会合の帰路で、交通事故に遭い、58歳で死去した。札幌賞に臨む岩下と時のみの両主な騎乗馬。括弧内は、岩下騎乗時の特殊、重症競争。主な管理馬。 ありがとうございます。